ダニエルデッセーナは、イタリアパルマ出身のサッカー選手。デリフィーノペスカーラ1936所属。ポジションは MF。サルデーニャ人の両親のもと、パルマに生まれる。パルマ FC のプリマベーラを経て、17歳当時の2005年2月24日に UEFA カップ VFB シットガルト戦でトップチームデビュー。50分に、 マルコ・マルキ・オンニとの交代でピッチに立ち2から0の勝利で飾った2005年12月18日の ACCA ナ戦で64分にマーク・ブレシアーノに代わり投入されると後半アディショナルタイムタイムに自身初ゴールを記録し2から2のドローに持ち込んだ2007から08シーズンにクラブはリーグ19位に終わりセリエ B へ降格2008から09シーズンからは UC サンプドリアが400万ユーロを支払い、共同保有の形で加入した。8月30日のインテルナツオナーレミラの戦で86分にジェンナーロ・デルベッケオに代わり移籍後初出場。10月23日の UEFA カップ FK パルティザンで56分に勝ち越しゴールを決め、2から1での勝利に貢献した。 2009年5月9日のレチーナカルチョ戦では2得点を記録し、チームは5から0で圧勝した。2009から10シーズンは、レンタル先のカリアリカルチョでプレーし、9月27日のフルス・パルマ戦では58分に追加点を挙げ、チームの2から0での勝利の貢献した。翌シーズンは、サンプドリアに復帰。セリエ B に降格した2011から12シーズンも、 クラブに泊まったが、冬の移籍期間に再びカリアリにローンとなる。さらにシーズン終了後、カリアリへ完全移籍した。2014年10月にクラブとの契約を2017年まで延長。2015年1月11日のエシー、チェゼーナ戦では初めてゲームキャプテンを務めた。2月1日のアタランタシー戦では、自身にとって1年以上不利となるゴールを記録する。 2014から15シーズンをリーグ18位で追え広角となるが、翌シーズンもクラブに残留。現役を引退したダニエレコンティからキャプテンの座を引き継いだ。11月28日のブレジアカル初戦で、前半19分にラシヌコリエのタックルを受け右足の、頸骨及び肥骨を、開放骨折し長期離脱となった。2016年5月14日の US。 されるニターナ1919 19戦で、後半アディショナルタイムにダベデディジェンナーロに代わりピッチに立ち、半年振りの戦列復帰を果たす。この試合後にはすでに1年でのセリエ A 復帰を確定させていたクラブの祝賀会がピッチで行われ、自身は感謝の言葉を述べた。2016年10月、10月26日の SS ラツ予選でスタメンに名を連ね、セリエ A の舞台に舞い戻った。 自身のルーツであるサルデーニャのクラブに7年間在籍し、公式戦206試合出場12得点を記録した。2019年1月10日、セリエ B のブレシアカルチョへ移籍。エウジェニオコリーニ監督の元シーズン後半戦で11試合に出場。5月1日のアスコリカルチョ戦8 9 8 f c 戦では前半36分に、 来季のセリエ A 昇格を決定づけるゴールを挙げる。クラブとして8年ぶりにセリエ A 昇格した2019から20シーズンには24試合に出場するが、クラブはリーグ19位に終わり1年でセリエ B へ出戻った。2021年2月1日、セリエ B のデルフィーノ・ペスカーラ1936へ完全移籍することが発表された。2006年より、 U-21 イタリア代表に選出されている。2008年の北京オリンピック代表にも選出。UEFAU-21 欧州選手権には2007年、2009年の2大会に出場した。2010年、パートナーとの間に長男が誕生している。カリアリカルチョ時代には2014年2月23日のインテルナチオナーレミラノ戦で、 レインボーフラッグをモチーフとした虹色の靴紐を使用し、ホモフォビアに反対する姿勢を示した。ありがとうございます。